南口賢島駅は、三重県島市阿護町新名にある近畿日本鉄道、島線の駅である。阿護湾に浮かぶ賢島の中央部に位置する。本州と賢島の距離はおよそ20メートルである。駅番号は、M93。当駅は、島電気鉄道の路線計画には入っていなかった。着工直前までは二つ手前の浮方浜を終点と、する計画であったが、 目黒蒲田電鉄幹部に、参宮客を、阿ゴアまで誘致しなければ利益が見込めないと指摘され、重役会議で、阿ゴアンの鹿の賢島の新宿港駅まで延長することとなった。当時の賢島は、新住養殖場はあるものの無人島であったが、鉄道駅開設を祝止土地が寄付されたことから、観光地としての開発が始まり、賢島と漢字表記されるようになった。 開発目標は、賢島を海の軽井沢とすることであった。改札口東端式ホーム4面5線を持つ地上駅。1993年まで留置線があったが、廃止されている。現行駅舎は村の東後が設計した。もともと特急車両の車内サービスなどでワゴンを出し入れするなど物の,の移動も考慮されており、プラットホームから バスタクシー乗り場などのある北出口までほとんど階段などの段差がなく車椅子などでも容易に乗降できる構造になっている。ただし1フロア下の賢島港側南出口へは階段と上りエスカレータによって結ばれており車椅子利用の場合は駅員に申し出ると迂回路にて案内される。都ば駅管理の終日友人駅でピタパイ効果対応の自動改札機及び 自動生産機が設置されている。なお、IC カード導入当初は窓口対応、後に簡易改札機による対応であった。特急券は窓口で購入可能であるが、定期券の取り扱いは実施されていない。駅舎には1階にファミリーマート、2階にはカフェ併設の伊勢島サミット記念館、サミエールがある。かつては2階には喫茶店などがあった。 ホーム有効庁は1から4番乗り場は8両、5番乗り場は2両となっている。特急や4両編成以上の臨時列車や団体列車は1から4番乗り場、普通列車は5番乗り場から発着する。かつては、現在の校舎ホームが92.3番乗り場で、普通列車は南口駅舎の西隣に現存する、島電気鉄道時代からの駅舎に隣接した。 特急用ホームより1回分低い普通列車用ホームより発着していたが1993年以降は特急用ホームの北側に新設された特急用ホームと同じ高さにあるホームを使用しているまたこの改修の際に旧一番線の敷地を利用して高架線上の新1.2番乗り場が作られている1.45番乗り場には校舎ホームがないホームに並ぶ 列車特急列車、普通列車ともに終日毎時2本の列車が当駅を発着している。三重県統計省によると、近年の1日平均乗車辞任は以下の通り、利用者はほとんどが観光客である。かしこ駅の利用状況の変遷を下標に示す。駅前にバス乗り場があり、三重交通による島スペイン村への路線が運行している。このほかホテルや、 旅館の送迎バスが多く発着している。2009年11月に、賢島駅の近くにある、島マリンランドのメスのフンボルトペンギン、島ちゃんが特別駅長に就任した。島ちゃんは、近鉄島線の活性化を目的に駅長となり、1年間で20日、駅長帽とワイシャツの襟付きのネクタイ姿で改札に立った。2001年5月4日生まれである。 2010年11月21日には、就任1周年記念式典が、賢島駅で開かれ、感謝状と、アジ1年分が贈られた。同式典では、動物駅長の、先輩である、和歌山電鉄騎士駅の玉駅長から祝電が届いた。また、同日は、戸場賢島間の、ペンギン列車に乗務し、他のペンギンサンバと共に、 近鉄電車車内を更新した。翌年の2011年の5月29日には、コンコースにペンギン駅長室が設置され、同年11月20日には、島市の観光特使に就任した。以上のように活躍を続けてきた、島ちゃんであったが、2012年6月24日の出勤をもって、任期満了により退任することが、同年7月30日に、 近鉄から発表された。その後2014年3月22日に産卵のトラブルにより死亡した。12歳没。人間年齢に換算すると40から50代であった。ありがとうございます。